中年オタッキーです。今日は何回も何回も予告してますけど、ようやく、このカメラでね、フィルム、カラーネガフィルム入れて写真撮ってきたんですよ。以前ね、紹介、このカメラと同じカメラ紹介した時はモノクロフィルムで撮影したんですけど、モノクロフィルムはね、かなりいい感じで撮れる、レンズなんですけども、で今回使用したのはね、ちょっと前に、骨董品屋さんでかなり安く購入した、キャノネット初代のこれ後期型になります。もしかしたらね、そのカラーフィルムを入れただけで、何もせずにエモい写真が撮れるかな、コーティングとかが古いんでね、そんな感じでちょっと目論見もあってね、写真を撮ってきました。ではその紹介になってまいります。このカメラね、まずちょっと、一度紹介してますけど、このカメラの、紹介からね、説明していきましょうか。まずね、初代キャノネット、これはね、1961年に、前期型が発売されまして、当時の価格で 18,800 円ということで、当時の普及カメラがだいたい3万円前後してた時に、キャノンというその高級カメラメーカーが 18,800 円で、しかもかなり高性能なカメラをね、販売したということでね、大センセーショナルを巻き起こしまして、たくさんね、そのカメラメーカー、4畳半メーカーって言われるたくさんメーカーがあったんですけども、そのメーカーがたくさん潰れたっていう歴史をね、作ったカメラです。で、この値段の決め方、18,800 円っていう値段を決めた時、なぜこの値段になったかっていうと、キャノンの社員がね、僕らの月給でも買える値段にしてくれという、なんか頼んだらしいですね。それでこの価格になって、素晴らしいことだと思いますね。いいメーカーだと思います。今自動車メーカーとかそのカメラメーカーで働いている、機関工とかね、いわゆる、不正規労働者とかで、ね、そのメーカーの車とかカメラとか買えないと思うんですよね。ね。そのキャノンはね、その当時、働いている人たちにもね、買えるカメラということでね、18,800 円で出したらしいです。性能は非常によろしくてですね、シャッタースピードはね、500分の1までしかないんです。レンズシャッター、当時のレンズシャッターとしてはごくごく普通のスペックですね。シャッターはね、コパル SV っていうね、コパル製のシャッターを使用しておりますね。で、連動距離計、いわゆるレンジファインダーですね。レンジファインダーは、20像合致式で、こちらの窓から入る、映像と、こちらの映像をそのミラーで合わせてね、その20像が、がっちり合ったらピントが合ってるっていうね、状態になります。で、これパララックス補正って言って、レンジファインダーカメラっていうのはその近くのものを撮るときと遠くのものを撮るときは構図が変わってしまうんですけど、そのピント合わせすることにパララックスが自動補正するようになってます。うまいこと作られてるんですね。で、アーサー感度っていうか、今 ISO って言うんですけど、前期型は100か、25から、200まで、これはね、400まで、400のフィルムまで、露出の、感度を合わせることができますね。で、シャッター優先 EE ですね。今は AE って言うんですけど、当時はエレクトリックアイって言ってね、EE って呼んでたんですけど、シャッター優先 EE 機でしてね、マニュアル撮影もできるんですけども、マニュアルで撮影するときには露出系はもう止まってしまいます。で、シャッター優先 AEG だけ露出系が連動して、シャッター、露出がアンダーでもオーバーでもね、シャッターが切れないようになります。今切れてますよね。これが暗いところになると、あれ切れるわ。今一つ調子よくない。調子よくないな。ちょっと切れ、これは切れちゃいますけど、切れなくなるような設計になっていました。エモい写真を狙ったっていうことで、まずエモい写真って何なのっていうね。私の動画を見ている方はね、結構わからない人が多いんじゃないかな。僕も全然最初わからなかったんですよ。エモい写真って何ぞや、意味がわからんと言って。どうやらね、英語のね、エモーション。感動するというとか、そういうね、意味のエモーションの、エモを取ってエモいっていう、らしいんですけども、どうやらね、ツイッターとかインスタグラムで写真を趣味でアップしている人たちは、フィルム写真で撮ってね、その懐かしい感じとか、
クラシカルな感じに撮れたらエモいっていうようになったみたいです。で、僕的にはね、そのエモい写真っていうのが、まあ普通にデジタルでは撮れない、ものが撮れた時にエモいっていう感じでないかなと捉えてるんですけど、捉え方もしかしたら間違ってるかもしれないですけどね。で、まあ作例を撮ってきたんですけども、やっぱね、そのコーティング、これコーティングあるのかな？コーティングないんじゃないかな？古いね、レンズですのでね、撮ってきたんですけども、これね、やっぱ色がね、ちょっと転んでますね。ちょっと若干ですけど、黄緑がかってるように感じますけど、ちょっと僕色がよく見えないんで、はっきりとはわからないんですけどね、通常現代のフィルムレンズで撮った時とはちょっと違う。特に青空の色がね、しっかり青じゃないっていう風に感じますね。で、赤いものはほとんど撮れなかったんで、赤はわからないんですけど、この写真なんかね、特にね、まあゴーストもかかってちょっとエモくなってると思いますが、もっとね、赤い、色鮮やかなものがあればよかったんですけど、田舎にそういうものがなかなかなくて、緑と青空とアスファルトぐらいしか撮れなかったんですけどね。まあ、どうですかね。まあ、普通に撮って、まあ、綺麗には撮れてますよね。綺麗には撮れてますけど、カラーバランス的には、やはりその現代のフィルムとはちょっと違うぞと。で、もし、デジタル的に取り込んで、綺麗な作品にしようと思ったら、ちょっと補正がいるような色にはなってますよね。まあ、これがちょっとクラシカルなイメージになってるんじゃないかなということで、このカメラで取り込んだらもしかしたらエモい写真ができる、そのままでもできるかもしれないですね。このカメラなんですけどね、もう非常に安価で転がってます。ヤフーオークションとかでもね、たくさん出てました。とにかくね、販売台数がめちゃくちゃに多かったんで、このカメラはその骨董品屋さんでね、おまけにつけてもらったような感じのカメラになるんですよね。ペンタックスの、なんだっけ、MX だっけ、KX だ。KX を買おうとしたら2000円って言われたんで、じゃあこれもつけてみたいなノリで、買った。確かそうだったと思うんですけど、おまけでつけてもらった、ね。その割には、調子も良くってね、レンズのカビもなかったですし、ファインダーが汚れてたのと、あと、距離連動系のミラーが外れてたんで、それを接着剤でひっつけて、角度を調整した、それぐらいでね、ちゃんと使えるようになってます。まあ、このカメラね、たくさん売れてるんで、ジャンクコーナーとかにもたくさん転がってますし、ヤフーオークションとかにもたくさん出てますが、EE 機能ですね、そちらがすごく複雑で、完全な調子のものはかなり少ないと見ています。だ結局はたくさん買って当たりを探すか、ちゃんとメンテナンスされたものを買うか、まあ、いずれかになるんですけども、セレン光電池が死んでたりとか、断線してたり、レンズがカビてたり、まあなかなかね、まともなものには出会えないかもしれないですね。まあね、シャッター幕はね、粘ってたりとか、絞りが粘ってたりとかもありますし、他にも、まあいろいろね、例えば、僕以前、購入したやつの中には、ここからなんかぶら下がってて、どうしても取れないとか、なんだこれ、ぶら下がってて取れないとか、いろいろありました。で、光線漏れはね、ここにモルトがあるぐらいでね、光線漏れはしないんですけども、これかなり珍しい行動で、普通こっちにパトローニングが入ってこっちに巻きますよね。これ逆なんですよ。で、蓋がこう縛るんで、ここの光線漏れ対策がどうなのかなっていうね、気はしますね。僕のやつはね、これ後からモルト、この前のオーナーが多分ここに貼ってくれてるのかな。それで対策してますけど、これまだね、モルトっていうか、これなんて言うんだろうな、これチンチラ張りですか。昔のヤンキーだったらよく自動車のね、ダッシュボードとかにチンチラ張りしてましたけど、そのチンチラ張りのやつがね、ここに貼ってありました。で、全然生きてるんで、このまま使ってますけどね。まあ、こんな感じでね、まあ、今回の、使用したフィルムはコダックゴールド200を使っております。コダックゴールド200でこんな感じの色で、ちょっとまあ変わった色で撮れたのかなって思いますね。ちょっともうリバーサルで撮りたい気もするんですけども、
ちょっとカメラの精度的にリバーサルで撮るのは勇気がいりますね。かなり、精度がいい加減ですしね、シャッター速度とかもいい加減でしょうからね。まあこのカメラはちょっとこのままお蔵入りするかもしれませんが、またそのうち出てくるかもしれません。面白いフィルムとかがあったらね、このまた出てくるかもしれませんね。はい、今日の動画はこんな感じになります。ここからは視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、トップバッターはガメラさん。先日、やったやっちまったのコーナーで紹介された、3000円でゲットした、レンズ込み3000円でゲットしたミノルタ XD で撮影しましたということで、分解修理清掃したら元気に動いてくれましたよということですね。カメラはミノルタ XD、 レンズが ND6 コール 50mm f1.4、フィルムがね、富士業務用100ということですね。で、1枚目、これ、道頓堀川ね、素晴らしくシャープに映ってますね。ミノルタ MD6 コール、いいレンズですね。結構ね、川面のね、光が強いんですけど、コントラスト崩れも全然ないですね。2枚目はね、これかなりいい、かなり好きな写真ですね、これね。背景ボケを使ってるんですけどもね、これ見上げる構図で、いい写真になってると思います。この作品なんですけども、次回からタイトル画面にね、使わせていただこうと思います。ガメラさん、ありがとうございます。次はね、夢旅人さんの作品、1枚、タイトルが大空への記憶。カメラニコン D70、 レンズがトキナ AF2870F3.5 から 4.5、プログラムオートで撮ったということですね。もうとにかく暑すぎて10分以上いると大変なことになるということで、プログラムオートで撮ってさっさと退散したということですけどね。これ素晴らしくね、いい構図で撮られておりますね。大胆にね、後ろの、左翼端を、もう左の翼を切ってしまってね、よくその機種のみにね、そのノーズアウトにね、焦点を当てているというところでいい感じですね。これ F4EJ 回ですね。まあ最強の F4 っていうね、歌われてる、戦闘機ですけども、もうさすがにほとんど退役していってますけど、まだちょっとぐらい飛んで、鏡原とかで飛んでるのかな。夢旅人さん、ありがとうございます。次がこれね、名前言っちゃっていいのかな、初投稿。一応仮名で西さんとでも言うときましょうか。はじめまして、作品投稿のコーナー投稿します。中学生ですが写真を趣味にしています。テーマは川沿いに咲くアジサイです。2枚組の写真です。カメラキャノン EOS 70D、 レンズ EF-S1855F3.5 から 5.6、 IS-STM、 このレンズかな。これちょっとね、預かり物なんですけどね、このレンズで撮影したみたいですね。これと同じレンズですね。これちょっと会社のカメラなんですけどね、なんか調子を見てほしいということで預かり物です。まあそれだと思うんですけど、作品なんですけど、これね、非常にね、深い青で撮られてね、青が出てますね。光がない、この光がない状況にね、アジサイっていうのはすごく似合うんでね、青の発色がこれ素晴らしいんで、鮮やかに撮れてますね。これちょっと光あるのかな、1枚目はちょっと光があるのかな、2枚目はそうでもないのかな、まあいい感じで撮られておりますね。はい、中学生ということでね、今後のね、活躍が期待されるということで、またね、投稿してくださいね、いいの撮れたらね。はい、西さん、ありがとうございます。次がね、ペンネームですね、ノブックさん。はじめまして、初めての投稿になります。いつも楽しく見ています。昨年10月からデジタルカメラを始めて、11月にはフィルムカメラを始めました。今ではフィルムカメラしか触っていませんが、今回はデジタルカメラからの写真を送ります。タイトルがね、クリスマスイブの夜。カメラニコン D3400、レンズがちょっと書いてないんですけども、写真なんですけどもね、これね、ちょっとね、そのボケ、玉ボケがね、歪んでる面白いボケになりますね。これレンズ本当何だったんだろうな。周辺部に向けてその回り込むような、ちょっとぐるぐるボケっぽいボケが発生してますけどね。解像度はね、素晴らしいもので、ノイズも発生しておりませんし、手ぶれもしてませんね、これ。ISO7200 ということなんですけども、なかなかいい感じですね。D3400 って言ったらセンサーはソニー製なのかな。ちょっとカメラのね、
そのスペックとか詳しくなくてわかんないんですけどね。はい、ノブクさんありがとうございます。次がね、ミッシェルさんの作品。狛犬さんもしっかりマスク着用ですということで、カメラはね、富士 X Pro 3、XF35mm F1.4 ということで、今回作品というより、お諏訪様の、狛犬がマスクをしていてびっくり、疲れが溜まっているおたきさんの体調が良くなるようにお祈りしてきました。いやいや、大丈夫ですよ。で写真なんですけども、これね、まあ、以前からね、このレンズいいいいって言ってますけどね、素晴らしい解像度。背景僕、ちょっと1枚目がザワッとはしてますけど、いい感じで撮られておりますね。狛犬さんがね、ものすごい形相でね、マスクをかけられて、なんか怒ってるようにも見えますが。いや、いい色で、いい解像度で撮られておりますね。はい、ミッシェルさん、ありがとうございます。ちょっとね、投稿が多くなってますんでね、次回でも紹介できないぐらいの人数になってますけど、順番待ちになっておりますけどね。まだまだね、投稿を募集しております。ネタもたくさんありますんでね、1回につきね、5名ということで、ちょっと順番待ちにはなってしまうんですけどね。はい、まあ、今日の作品投稿のコーナーはここまで。次がね、俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラのコーナーになりますね。俺のカメラね、今回、作品投稿のコーナーにも投稿していただいたガメラさんからの投稿です。俺のカメラに投稿です。ジャンクで手に入れたミノルタハイマチック AF です。こだわりのシリーズ初号機、唯一フォーカスロック機能を搭載しています。ファインダーと接点を中心に分解清掃して見事復活。とても綺麗になりました。もちろん機能的には AF 速球や自動絞りも問題なさそうで、現在鋭意撮影中。俺のカメラらしく手に持った構図にしてみましたってことですね。ガメラさんも明らかにミノルタマニアですね。ミノルタでもね、いいですもんね。弱点も持ってるんですけど、僕いろいろミノルタのカメラ、持ってて、ね、その写りがいいけどちょっと弱点を持ってるっていうのがね、ミノルタらしくていいなと思うんですよね。一つぐらいね、弱点があってもいいじゃないかっていうことですけどね。写りがなんせいい、レンズが素晴らしい。このレンズはね、そのミノルタのね、技術陣はそのソニーが引き継いだっていうことですけど、どうもレンズは引き継いでないっぽいんですよね。なぜレンズを引き継がなかったのかな。ミノルタレンズいいのになと思ってね。まあ、どっちか言ったらソニーは、上級機種にはね、ツアイスとかのレンズを使ってるうちちょっとあんまり詳しくないんで分かんないんですけどね。ミノルタのレンズね、ぜひ継承してほしかったところですけどね。はい、ガメラさんありがとうございます。今日の動画はね、こんな感じになります。やったやっちまったのコーナーはお休みになりますね。で、カメラ屋さんのね、紹介のコーナーもね、募集しておりますので、取材できた方はぜひぜひ、もう僕自身がね、全国のカメラ屋さんをね、取材するわけにもいかないので、紹介したいお店、ありましたら自薦他線は問いません。他線の時は必ずね、カメラ屋さんのね、その、紹介させてもらう動画に出すよということを、投稿するよということをね、許可を取ってからね、撮影とか取材をしてください。はい、で、次回の動画なんですけど、まあ、ネタはたくさんあるんですけどね、まあ、これでも撮ってきたんですよと、だいぶ時間かかりましたけど、ね、これね、以前ね、謎のカメラっていうことね、よくよく見たら、これ、リコーの色が落ちてる。これ、結局ね、これ面白いんで、リコーの墨入れしなかったんですけど、何が面白いかって言ったら、レンズがね、これね、リケノン P ズームだったかな、3570。これがなかなか写りが良さそうでね、撮ってきたんですけども、最近ね、その、中学生とかね、若い視聴者の方がね、どうやら劇的に増えてるようで、で、まだフィルムカメラをね、手にしたことがない、人も多分ね、多いと思うんですね。若い人、デジタルか、まあ、スマホか、そんな感じの人が多いと思うんですよ。で、初めてのね、フィルムカメラ。結構ね、その YouTube とかでね、初めてのフィルム画面で検索したら、ゾロゾロと出てくるんですよ。で、どの方もで大体ね、これがいい、あれがいいって言ってるんですけど、フィルムカメラってもうほとんど新品で売ってないですから、狙って買えるものでもないと思うんですね。で、次回の動画は、私が考える、考え方の、初めてのフィルムカメラは何がいいか。
という動画を作ってまいります。全然初めてじゃない人たちにとってはね、退屈な内容にもしかしたらなるかもしれませんが、どうでしょうね。まあ、若い人、でもね、応援したいということで、フィルムカメラユーザーをね、一人でも増やしたいんで、ちょっとそういう企画にしていこうと思います。はい、それではね、今日の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。私の動画ね、高評価、コメントにね、支えられております。いつも言ってますけどね。高評価はね、ポチッと押すだけなんで、ぜひぜひ高評価ボタンをお願いします。で、お暇な方、ようやくね、ちょっとコメント返信、追いついてきたんですけどもね、コメントをね、見落とさない限りは必ず返信していこうと思ってますんで、ぜひぜひね、コメントの方お願いします。で、チャンネル登録もね、2744名かな、今。あと、250人ぐらいでね、3000人に届くというレベルになってきました。最初の頃ね、300人到達で大喜びしてたとか、そういう時期もありましたが、まあ、その時期からね、ずっと見ていただいている方も、いらっしゃいます。もうそちらも、それも確認しておりますけど、本当にありがとうございます。3000人になりましたらね、なんかカメラ1台プレゼントしますんでね、カメラプレゼント企画ということでやりますんで、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、それでは今日はここまで、次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。